約束通り、この子をあなたの前に連れてきたわ。これで取引完了よ。我らが七死人の友人はまだ状況が把握できていないらしい。でも大丈夫、ちゃんと説明してあげるから。簡単にまとめると、君はこのお姉さんに感謝した方がいい。彼女は君を騙そうとしたわけじゃなく、むしろ君のことを救ったんだ。その巡回レンジャーの手からね。いいね、そういう驚いた表情、僕大好きなんだよね。ぶっちゃけて言うけど、このヨミって女は君が思ってるほど単純じゃない。自分は巡回レンジャーだって言ってたみたいだけど、彼女は司令の一人、死と終局をもたらすものだ。でもストもない、これが事実だよ。カンパニーの資料をあげよう。君は名家対抗トフェトのアフリートを知ってるかい？さすがだね。それなら話は早い。名家対抗はトフェトから来たエンマで、元素生命体の一種だ。そしてその羊はある天才と少々関係があると言われている。仲間と栄華艦艇を結成した彼はナヌークを主とみなしているんだけど、実際にはその太后の指導を受けて四方を焼き略奪を行い、壊滅の意思を実践してる。他のアナイアレイトギャングすら彼らが見逃すことはない。ファミリーのおつむに何か問題があったのか、誰かが手を加えたのかはわからないけど、なぜかそいつらにも招待状が届いてしまったんだ。もちろん栄華艦艇は断ることなく押し寄せてきた。宴の星を火の海にすると誓ってね。でも心配する必要はないよ。彼らは約束の場所には来ないから。なぜだかわかるかい？それはね、アフリートが死んだからさ。彼らは約束の場所に向かう途中で全滅した。犯人は神業とも言うべき手口でアフリートを惨殺。アナイアレイトギャングが受け取った招待状を奪ったんだ。栄華艦艇も崩壊してバラバラになった。その後ピノコニーに到着した謎の巡回レンジャーはオルゴールを頼りにホテルにチェックインしたというわけさ。まだ話を続ける必要はあるかい、マイフレンド？巡回レンジャーは神出鬼没で、お互いの交流も乏しい。隠れ蓑としては最高だ。彼女が口を割らない限り証拠はゼロだ。カンパニーなら追跡調査する方法もあるけど、時間がかかる。だから君が選んでくれ。今すぐ振り返ることなくここを離れて、真実に近づくチャンスを永遠に放棄するか、あるいは僕の誘いを受け入れ、ピノコニーをひっくり返せるほどの真実を知るか。僕には君の助けが必要だから返事は待つけど、あまり長くは待てない。準備ができたらついてきてくれ。僕に協力するかどうかについては、その真実を見てから決めても遅くはないと思うけどね。ヨミがアイオーンの指令、
アベンチュリンの話は本当に信用できるの？でも彼は選択の余地を与えてくれた。もう一度ブラックスワンと話をした方がいいかもしれない。まあ、傷ついた小動物のような顔をしているわね。それでも私と話をしてくれるの？私としてはまだあなたの心理療法士になりたいと思っているけれど。私が取引をしてあなたを彼のところに連れてきたことは認めるわ。でもここが安全な場所であることも事実でしょう。彼はあなたを必要としている。それはピノコニーを取り戻すために必要な一手なの。そして彼の能力は私が唯一無二の記憶を手に入れるのにも役立つ。そう思ったから協力を承諾したのよ。ピノコニーでは誰もが嘘をつく可能性がある。もちろん私も含めてね。この点については反論しようとも許してもらおうとも思わない。でも覚えてる？私の言ったあなたたちの潜在能力を信じているという言葉には少しの嘘偽りもないわ。ガーデンは星球列車が銀河を開拓する未来を目撃することを望んでいるし、私はその記憶の一つ一つを大切にしたい。だから私があなたたちを傷つける理由はない。むしろ手を貸し続けるわ。もちろんあなたたちがそれを望むなら、だけれど。私の意見はあなたの予想を裏切るかもしれないけれど、私から見ればアベンチュリンさんは信用できる人間よ。なぜなら彼は他ならぬ優秀な商人だから。この広大な宇宙で商人ほど誠実さと契約を重視する人種はいないわ。でも彼らと契約を結ぶときは気をつけて。契約の外では彼らはあなたの権利なんて考えない。自分の利益を最大化するためなら何でもする人たちだから。蛍さんのことは私たちが推測したように性格ハンターと深い関わりがあると思う。でもあなたも聞いたでしょ。アベンチュリンさんはあのレンジャーを告発した。なぜアベンチュリンさんがそうした判断を下したのかはわからないけど、彼にはカンパニーの情報網があるから、その見方も検討する価値がある。そして私もヨミさんは何か隠していると考えてる。いえ、何かではなく全てを隠しているというべきね。これは以前の出会いから私が得た思いがけない収穫よ。そして
アナイアレイトギャングについては、私もアベンチュリンさんの言うことが確かだと証明することができる。だからこそ、この金色の宴で、彼女は私が一番注目しているダンサーなの。ええ、もちろん。でも、今はその時じゃないわ。あなたが混乱しているのも、悲しんでいるのもわかる。あの女の子が誰であれ、一人の生きた人間の、終わるべきではない記憶が、あんな風に消され、水に溶ける泡のように散ってしまったんだから。それでも、アベンチュリンさんを信じてほしい。あるいは、もっと、私を信じて。そして彼の言った真実を見てほしい。それが私たちをピノコニーの背後にあるより深い秘密に導いてくれる。あなたのことは私が守るわ。彼からもっと情報を引き出してから仲間のもとに送り返してあげても遅くはないでしょ。真実のために、そしてこれ以上の無駄な犠牲を防ぐためにも、これが最善の選択なの。たとえ彼にその気があったとしても、私がさせないわ。ガーデンの視線はどこにでもある。もし彼があなたに手を出そうとすれば、メモキーパーを敵に回すことになる。この点についてはもう彼に警告してあるから。それじゃあ、私はいざという時に備えてミームの形であなたのそばにいるわね。出発しましょう。アベンチュリンに会いに行くか、それとも断るか、どうしようかな。